全県の作業的なものでいうと、総じてどんな感じですかえっと、まあ、プロペラを、えー、まず自分の形にたたき替えた感じですかね、えー。体感的にはどういうことを言えそうですいた、まあ、って普通の域やと思うので、まあ、少しずつ底上げできればいいのかなと思います。まあ、そのためには、あのモーターと、あるいはコンディションとお相談しながらという。そうですね。はい。うん あのスタートの練習ですけども、追い風の中の特訓だったんですが、どうですか、見方など。いや、めちゃくちゃ早いと思うので、ああまあ、気付けていかなきゃいかなと思います。まあ、この時期風が変わることもないわけじゃなくて。うん、ちょっと追い風に関しては早いと思います。はい、そうですか。はい。まあ、当然あの地元ですから、修正をしてという。そうですね。間違いのないスタートをしたいと思います。はい。さそれではファンの皆様に一言お願いいたします。はいえー、ドリーム戦含め最終まで気持ちいきます。よろしくお願いします。 えー、今日追い風が吹くコンディションの中での試運転、はい、スタートの練習、雰囲気はどうでしたか、うんまあ、どうですかね、まあ、普通、普通っていうか、まだちょっとそこまで把握できてないですけど、うん、足的には、はい、プロペラの形は確認をしてそうですね、まあ、それもあの終わった後とっていうか、うんあの、特訓終わった後にチェックしたんですけど、はい、けどかか離れてはなかったですか。 叩きました。はい、<ー>とりあえず。まあ、明日はも時間あるんでね。ねまあ、その辺はゆっくり合わせていきたいと思いますけど。いや、まあ、全県のスタートとしては、あのう、もなく不可もなくという。そうですね。うん、うん。まあ、勝率通りっていうか。あ<ー>まあ波、波足かなぐらいの感じですかね。はい。レースやりながら、あの思い切ってやる可能性は、うん。そうですね。まあ、その辺も。 まあレースっていうか、まあ他の人とのね、足の差があれば。まあいろいろと考えたいと思いますけど、はいはい。ファンの皆様に一言お願いします。はい、えー、最終までセーブはします。お願いします。最初の試運転で体でこう感じたことっていうのはありましたか。そうですね。あのもらったまま乗ったんですけども、まああの特に気になるところなく、あの悪くないかなと思います。うん、で、その後プロベラの確認。そうですね。うん、で。 まあ、あの当日、あとはギアケースとかあの外回りも含めやってきます自分のいつも通りの段取りということですね。ということはあのまた初日になってみてコンディションを見てそこからの微調整というのは本当、はい、ちょっとした微調整だと思います。追い風の中のスタートの練習だったんですが、はい、言い方などはどはううででしたかそうですね、まあ、追い風で早いかなと思って。 まあ本当早かった感じですね。はい。あ,あそうですか。いや、はい、本当にそのまあいや感覚通りという感じなんですね。すねはい。さ、えー、ドリーム戦三号艇です。ファンの皆様に一言お願いします。はい、えー。ドリーム戦からいいレースできるよう頑張ります。ご支お願いします。えー、ツアー総合的には成績いい方だと思うんですが、はいえー、相性的なもので言うと感触はどうなんですか。あツー大好きです。ああはい。それ水面的なものも調整面も。うんまあ。 え前傾作業終わってみて、総合的にどうですかちょっと悪かったですね、どういうところで感じましたあ直線からも下がっていってましたターンの時の乗り味、感触、ちょっと水面悪かったので、うん、ちょっとそこまでは分からなかったですけど、うんはい、もう直線が悪かったです。えスタートの練習ですけども、追い風の中でした、はい、時計の見え方などはまあタイミングじゃ早かったんですけど、うん、まあそこから下がってます。 ということは、えー、初日ちょっとお根本的なことも可能性としては、まあちょっと切れき終わってみたんですけど、はい、ものすごく整備ずっとやられてるエンジンだったので、まあちょっとゆっくり考えたいと思います。そうですはい。さあそれではファンの皆様に一言お願いします。はい、一節間精一杯頑張ります。えー、前件工作業しながらあるいは乗って確認できたことはどうですか。いいエンジンだなという感じは。 はい受け取れました、えー、なんかこう、体で感じる、まあ、あの体感、発想ですね、加速力も、それから操縦性もですか操縦性はまだ、まあ、プロペラは合ってなかったんで、えー、まだまだこれから良くなるとは思うんですけど、まあ、合ってないなりに、いい足してたんで。そうですかはいう、はい、ことはあの、初日の調整、非常にこうやりがいもあるだろうし。はい え楽しみですね今節はすごい楽しみですね。追い風の中のスタートの特訓だったんですが、えー、時計の見え方などは思ってたような状態でかんどり行けましたね。はいうんまあ、早いなりに早いという感じですかね。どうでしょうねあのお、このツアー相性は決して悪くないと思うんですけども、はいまあ、ただ本当11月の時はすごいよくて、うん、前回2月の時は、うん。 まあ予選落ちだったんでまあいいときと悪いときありますけどこの説はまあ間違いなくいい、うん、方の説だと思うんでなるほどはい、はい、さあ、えー、ファンの皆様に一言お願いしますはい優勝目指して頑張ります全県、えー、の水面としては結構風は強めだったですね,ですねはい、はいえー。追い風が降っていたホーなんですがスタートの特訓は見え方はどうでしたかそうですねあのー、まあ前説と比べるとかなりタイミングが早いかなと思いますああ。 あの風が変わる可能性のある季節ですけれども、やっぱりそれ、その時々に合わせてということになりますかね、そうですね、もちろん。はいはい、さあ、えー、船足の最初の手応え、感触はあの乗り心地が良くて、あのーはい、回転も上がってていいかなと思いますじゃあ、操縦性もあって、それから加速もある程度そうですね、はい。 今日のところは。はい、そうですか。はい。さ、えー、コースなどは、特には今は考えてませんか。まあ、もう、あの、ピット離れもないので。はい。六コースになると思います。そうですか。はい。さそれでは、ファンの皆様に一言お願いいたします。はい。ええー、いすいすと、精一杯走りますんで、応援お願いします。